岡山県高橋市立松山高等学校は、岡山県高橋市原田北町にある高橋市立高等学校で、夜間部のみの定時制高等学校である。校舎は、岡山県立高橋城南高等学校と共有している。自ら求めて学ぶ、働きながら学ぶことのできる夜間、定時制高校としての特性を生かし、生徒、保護者、 地域社会から信頼される学者として、自ら求めて学ぶ人物の育成に努める。基礎学力の定着キャリア教育の推進、生きる力の育成連携と発信教職員の資質向上と、組織の活性化高橋市立松山高等学校は、岡山県立高橋第二高等学校の夜間部として設立された。その後、 松山高等学校の夜間部として存在したが、1966年に昼間部が県営化に伴い、高橋市立松山高等学校として夜間定時制単独校として独立した。現在、岡山県北部の夜間定時制高校として、夜間高校の特性を活かしながら健全な若者の育成に精神誠意取り組んでいる。新入生歓迎会開校記念行事。 球技大会、生活体験発表会、学校祭、校外学習、4年生を囲む会、修学旅行などがある、公式サイト、ありがとうございます。